始まりますよということでございます。いいですね、今年も楽しんでいきましょう。雪合戦また多分やると思うんでね、あの放送でもね。そうね、うんうん、まあまあまあ多分言うていつですね。可愛いさっきのやつにね、なんか難易度が増えるんですって。いや可愛いんだなこの2人。難易度追加。はい、難易度追加でございますね。マシンガンください。お、なんだ未来予知か。ああそうね、今そうミキコラボの後半ステージが22日から開放されます。来た、はい、これね、後半ステージが追加されるだけであって別に前半ステージが閉じるわけではないので、両方できるんですね。そう、なんか前半のポイント取れない。そう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 、はいはいはい、アップデートの日が本当は22だったんですけど、ちょっともろもろ準備が間に合わなかったですね。てか調整しなきゃいけない部分が出ちゃったんで、ちょっとずれて今ちょっと27ってちょっと変則的な結末ところに、はい、ちょっとメンテナンスを置いております。月曜日ですね、これね、うんうん、はい、ということでね、はい、6話が入るらしいです。きた、まあ、らしいですが一応予定ですかね。ちょっとこのポテも可愛い。ちょっとまだデバッグ中ではあるので、場合によってはちょっと3月にずれる可能性はあるんですけど、一応ここで入る予定です。はい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 、いいっすね。まあ多分ちょっと使いにくい部分もあるので、まあそこはちょっと要望聞きながら調整はしていくか。はい、消えたけどぎっちりだなぎっちりですな。そうですね、前言ったのは確かハンターとかが来月入るよねみたいなこと言ってて、そうですね。